アポロ A-105 は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、最後に行われたサターン I 型ロケットの発射実験である。ペガサス衛星外用図 A-105 には、今回も、アポロ指令、機械船の模型と、これが3回目の飛行となる宇宙人探査衛星、ペガサス C が搭載されていた。宇宙船、ロケットについては、前回、前々回の A-103 及び、 A-104 からは大幅な変更はなく、ペガサス C の重量は 1423.6kg であった。今回の飛行の主な目的は、前回と同じく地球低軌道における宇宙人の調査と最終核システムが正確に作動するかの確認であった。A-105 は1965年7月30日13時。 ケープカナベラル37バイト発射台から打ち上げられ、約11分後に無事軌道に乗った。軌道に投入された、司令船、ペガサス、2段目ロケットすべてを合計した重量は1 5 6 2 1ラムであった。発射から812秒後に、ペガサス C が切り離され、872秒後に、宇宙人探査のためのパネルが問題なく展開された。ペガサス C は、 当初の予想よりも長く1968年8月29日まで信号を送り続けた。大気圏再突入は1969年8月4日で計画のすべての目的は達成された。司令船が大気圏に再突入したのは1975年11月22日であった。A-105 の発射。ありがとうございます。